皆さんこんにちは、メロンクーです。今回は、任天堂ダイレクトの日にちを予想していきたいと思います。任天堂ダイレクトは毎年9月に来ているので、9月中には来ます。ですが、任天堂ダイレクトを放送する日程には法則があるのです。ではそれを調べていきましょう。任天堂ダイレクトの内容を予想している動画もあるので、気になる方はご視聴お願いします。まず、9月の任天堂ダイレクトが開催されている曜日を見ると、だいたい木曜日か金曜日に開催されています。なので9月の木曜日か金曜日に来ることがわかります。そしてこれが、今年9月のカレンダーです。木曜日と金曜日なので、ここら辺に注目ですね。そして任天堂ダイレクトは、東京ゲームショウというイベントと連動しています。例年だと東京ゲームショウが始まる前に任天堂ダイレクトが先に開催されています。それでは任天堂ダイレクトと東京ゲームショウの開催日を見ていきましょう。まず最初に2017年からの任天堂ダイレクトの開催日、続いて東京ゲームショウの開催日、そして任天堂ダイレクトと東京ゲームショウの空いた期間がこちら、大体7日か6日ですね。そして今年の東京ゲームショウが始まる日程は、そうすると今年の任天堂ダイレクトは2022年の9月8日か9日に来るというわけです。8日と9日は木曜日金曜日なので、どちらに来てもおかしくないですね。一応任大と東京ゲームショウの開催された曜日を確認すると、任大の曜日は木か金で、東京ゲームショウはすべて木曜日ですね。まあでも、今年の任天堂ダイレクトは9月8日か9日にあると思うので待っていましょう。例年なら、この法則で当たると思うんですが、もし外してしまったらごめんなさい。任天堂ダイレクトは公式 Twitter から発表もあるので、9月5日から7日までに任天堂ダイレクトの告知が来ると思います。皆さんいかがでしたか？いよいよ9月の任天堂ダイレクトが近づいてきたって感じですね。9月8日か9日に注意です。皆さんは任天堂ダイレクトで何が発表されたら嬉しいですか？ぜひコメント欄で教えてください。僕はピクミン4やリズム天国の新作など来てほしいですね。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。